い、皆さんこんにちは、及川奈緒です。今回の奈緒チャンネルはエブリデイとってき屋東京本店さんにお邪魔しております。はい、今回ですね、こちらの小さい3本爪の台を10種類、はい、選びます。そして1回ずつプレイしまして、計1000円使って、何個景品ゲットできるかということでございます。さあ頑張りましょう。小さい3本爪ですから、あんまり今までやってないかもしれません。大きい3本爪を結構やってきたんですけどね。さあ、じゃあどれからいきましょうかね。かわいいですね。なんかこういうなんか女の子っぽいのをちょっと1回目ゲットしたいですね。これやってみましょうかね。ミニッチャ、ミニッチャっていうの、この3本爪のこの台、ミニッチャって書いてある。かわいい。じゃあ1回ですからね、チャレンジね、やってみよう。はい、あ、かわいい。おお、やっぱ揺れるのね、3本爪ね。あ、いけ。あ、ごめんね、痛いね。あー、あー、なるほどね。やっぱり難しいですね、3本爪ね。まあでも分かる、分かった、うん、なるほど、こういうことね。じゃあ続いてはなんかこう掴みやすいやつのがいいのかな。え、これとかいけんじゃない。これやってみますかね。はい、じゃあ猫ちゃんを続いてチャレンジしてみたいと思います。いくぞ。うわー、難しいな。こんなもんかな。いくよ。もうちょっとしか揺れるからね。やってみよう。いきます、せーの、来い。頑張れ頑張れ頑張れ。あー、いいんじゃない。あー、難しいのね。そうなのね、やっぱりね。そうね、タイミングですよ、運ですよ。三本爪はね、運です。よし、続いて。あのこれはちなみに二本爪だからダメだけど、昆虫ちょっと気になっちゃいましたね。ね、あの秋葉原の自販機の動画よかったらご覧になってくださいね。クワガタゲットしてるんでね。なんかパンのキーホルダーとかですかね。どうでしょうかね、取れやすいのはどっちかな。でもこっちもクッションみたいについてるんだ。ちょっとマグカップやってみようかな。あんまりやったことないんで。たくさんゲットできるかも。だって意外と簡単ってことかな。やってみよう。よし、じゃあ3台目こちらです。頑張れー。せーの、はい、どうでしょう。ですね。あら、なんかこの可愛いこのお人形さんゲットしてみようかな。よし、この手前の子ね、その子ね。よし、よーく狙って。このぐらい。どうかしら。いけ、頑張れ、お願い。あ、いいんじゃん。あー、早い。ちょっと弱かったね、残念。1台につきね、1回チャレンジなんでね、今回はね。さあさあ、あと300円ですよ。早いですね。早いですよね。コアラのマーチやってみようかな。いくよ。はい、さあ、お願い。あー、ダメなのか。なんだよ。わー、あと200円になっちゃいましたよ。え、どういうふうに掴むの。あの上を掴むんですかね。ボールの上にありますね。やってみようかな。横から見るの。合ってる。
これ子供にはなかなかできないやつですね。この手の長さないと。オッケー。はい。よし。私に鳴らしてくれたのかと思ったら違った。ありがとうございます。プリキュアゲットです。やった、よかった、嬉しい。 あと100円ありますよ。じゃあちょっとさっき、気になるのがあったんでそっち行きますよ。最後ゲームの後はやっぱりひんやりスイーツ、アイスいいですね。ハーゲンダッツのアイスと、あとシューアイスもあるの。シューアイスいいな。シューアイスにしようかな。ねえ、やっぱりこう興奮してね、汗かいたんでね。いや、ちょっとこれ干してますよ。ちょっとシューアイス頑張りましょう。最後よしよし、終わりよければ全てよし。よし、もう一個ゲットお願いします。どうしよう、何味がいいかな。バニラがいいけど、もう何でもいいな。チョコがいいかな。チョコかな、チョコ取りやすそうかな。いや違うな、もうこれ以上右行かないのか。そっか、行け行け。あ、なんか違うかも違うかも違うかも、ちょっと間違えたかも間違えたかも。あー、行けた。やったやったー、上手くなってる私。ゲットしましたよ。2つ目ゲットです。やった、嬉しい。はい、見事ですね、景品2個ゲットできましたよ。嬉しい。ちょっと最初どうなることかと思ったんですけどね、最後の2つでこうゲット見事ね続いたんでね、良かったです。ちょっとこちらシューアイスチョコをいただきたいと思います。嬉しい。いや、失礼します。外なんですね、マスク外しました。いただきます。冷えてる冷えてる。いただきます。あ、冷たい。チョコレート、おいしい。ちょっと待って、知覚過敏。歯に染みる。冷たくておいしい。ありがとうございました。楽しかったです。ということで皆さんもぜひあのエブリデイとってき屋さん楽しいのでね、あの遊びに来てみてください。では今回の動画いいなと思ってくださった方はグッドボタンお願いします。そしてグッドボタンお願いします。そして気づくチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。及川奈緒でした。さよなら。はい、今回はこちらの小さい3本爪の第10機種を打ちまして、各1回ずつのプレーで打たないです。パチンコみたいな。間違えちゃった。10機種打たないです。うちもう疲れてんだな、ごめんなさい。はい、はい、今回はですねこちらの小さい3本爪の台をですね1回ずつプレイしまして、計1000円で何個景品ゲットできるかということです。ダメ、キョロキョロしてますね、キョロキョロしてますね。はい、今回はですねこちらの小さい3本爪の台を、10種類打ちまして各1回ずつプレイしまして、あ、ちょっと疲れて、うん、疲れてる。はい、今回はですねこちらの小さい3本爪の台を10種類、はい、選びます。そして1回ずつプレイしまして、計1000円使って、何個景品ゲットできるかということでございます。さあ頑張りましょう。小さい3本爪ですからあんまり今までやってないかもしれません。大きい3本爪を結構やってきたんですけどね。さあじゃあどうします。 台をまずこれって決めたらその台1回しか打てませんからね。あ、打てませんって言っちゃった。パチンいきます。